はい、皆さんこんばんは、KYC 秀子と池畑秀幸です。今日の担当の理事の西弘さんはですね、これから、インスタライブの方でされるようですので、ぜひですね、そのインスタで、しているライブをこの Facebook の方でもシェアができたらということで、少し今スタンバっているところでございます。西弘則和さんがですね、日頃のマスクの生活に効果的なメイクの選び方、まあ、それから方法、それと急成長しているメンズコスメ市場の中で注目されているメイクなどについて、まあ、デモをされるようです。アパレルとかですね、そういうのカタログだったりとか、あとはそういうプレスのですね、撮影なんかにお手伝いさせていただきながら、少しずつキャリアを積んで、今に至っております。ただ今はですね、ちょっとコロナでですね、なかなか外にの仕事っていうのはちょっとできないんですけど、そうですね、美容師さんとかの、ヘアメイクのですね、作品作りのお手伝いなんかをさせていただいております。はい、自己紹介の方ですね、ここらにしてですね、J-Man ウィーク、では、始めていきたいと思うんですけど、今日3日目ですよね。初日とですね、昨日の2日目、皆さん、Facebook の方で中心にですね、配信ありましたけど、見ていただけましたでしょうか。初日の、9日、5月9日はですね、メイクの日ということでですね、今回第2回のフォトショップコンテストね、ありましたけど、それの、発表がありましたよね。選ばれた6作品ですかね。私も、ライブ配信見てましたけど、皆さん素晴らしい作品でですね、すごく感動しました。はい、それで昨日の河野さんの、そうですね、配信もですね、大変勉強になりました。それで今日は、私の方なんですけど、昨今のマスク生活でですね、皆さんこういろいろ困ってることあると思うんですよね。私もですね、まあ、メイクアーティストとしての、モデルさんのメイクなんかもするんですけど、今こういう感じでですね、実際のお客様に、一般の女性の方にですね、メイクをする機会が大変多いので、そこで聞くこと、それであと最近の、コスメの動向なんかも、ちょっとお話しできればなと思っています。はい、じゃあまずマスク生活ね、ずっと続いてるわけですけど、どうでしょう皆さん、まあ、1年以上もねマスクをする生活っていうのが続いてまして、お肌どうですか。結構乾いてる方多くないですかね。マスクってこうするとですね、こうしますよね。マスクをするとですね、ずっと加湿されて蒸れてますけど、あれって実は、蒸れてるだけで、実はここが湿ってるわけじゃないんですよね。また表面がただこう蒸れてるだけなので、取るシーンが何とか1日にあると思うんですけど、その度にお水が飛びますので、非常に肌が乾燥しやすい状態ですね。で、乾燥することによって肌がごわついたりとかですね、肌が、敏感になる方がねとても多い、今、肌の悩みがある方多いんじゃないのかなと思うんですね。そこであともう一つ、僕が最近すごくメイクをする立場でちょっと、すごく感じているのは、マスクをしているとですね、この下、口角とかが無表情になっている方多いのかなと思うんですね。無表情になっている時間帯が多いというんですかね。そのことによってこう肌がなんとなくこうたるんでたりですね、やっぱりこうこの辺のキメがちょっとこう乱れてたりですね、それによってメイクのノリが悪かったりですね、以前となんか違うなっていうお悩みがある方も非常に多くなっているような気がするんですね。あと、まあ僕らもこう聞いてる他のアーティストの方だと、ここにねゴムが当たるからここの血流が悪くなってなんとかみたいな話もありますけど、マスクの弊害ってとってもあるのかなと思ってます。そこでちょっとですね、メイクの話をする前にですね、ここはちょっと皆さん、確認っていうかですね、ちょっと、お話をさせていただきたいのが、まずその前にスキンケアね、皆さんやっぱりこう大変やっていただいていると思いますし、大切なのは皆さんご存知だと思うんですけど、3つの、これは必ず守ってほしいなっていうのをちょっと今日お伝えできればなと思います。まず、どんなスキンのタイプにかかわらずですね、今こういう蒸れちゃう状況ですので、やはりこうクレンジングと洗顔はですね、非常にこうやり方によってこう肌質も変えちゃうなと思ってますね。クレンジングに関してはやはりこう毛穴に詰まりやすい今環境ですので、スピーディーに汚れが落ちるもので、かつ洗顔に関してはですね、やっぱりこう肌がごわついたりかさついてますので、
泡立ちが良くてですね、汚れは取るんだけど、潤いを残してくれる、まあ、とってもこう泡がよく立つものですよね。それをこう本当に優しく洗ってあげるっていうことが大事ですよね。あとは、まあ、やっぱり乾いてますから保湿ということになるんですけど、肌がやっぱりごわついてる方がとても多いので、やはり肌を柔らかくしてあげるっていうことですよね。スキンケアの中でちょっと柔軟効果っていうのをですね、意識していただくとスキンケア効果もすごく出やすいのかなと、最近もよく感じてますし、お客様にもアドバイスをさせていただいています。あとこれはもう皆さんも必ずやっていただいていることだと思うんですけど、今乾いている肌に紫外線が当たるとですね、よりこう紫外線の影響を受けますので、今まで以上にですね、UV カット、日焼け止めをですね、きちっとつけていただくということが大事なのかなと思っております。ではじゃあここからですね、メイクの話をちょっとさせていただきながら、今日は実際ですね、ちょっとアイテムもちょっとお見せしながらとかですね、ちょっとお話、そういう感じでお話をちょっとさせていただきたいなと思っております。まずはですね、先ほどマスクで覆われてしまうわけですけど、やはりどうでしょう、マスクにこうついちゃうとかですね、マスクが擦れてですね、そこがこう化粧崩れになるとかっていうことはよく皆さん感じていただいているのかなと思うんですね。なのでやっぱりベースメイクというのは非常にこうどう仕上げるかによってメイクのこう印象がとても変わると思うんですね。でやっぱり今のメイクのベースメイクのトレンド、どんなトレンドなのかなと思った時にですね、やはり明るさと透け感と涼しげ感というんですかね、そういうのがやっぱりあるとですね、今のマスク生活にももちろん合ってますし、最近のやっぱりトレンドですよね。こう数年も本当にファンデーションがどんどん削ぎ落とされてですね、非常に薄く、素肌感になっていますので、トレンドにも対応しますし、マスクメイクにも対応するということですね。ではじゃあそういう、ベースメイクの、仕込み方、仕上げ方ってどうしたらいいのかなということなんですけど、ファンデーションをですね、こう重ねるとですね、どうしても厚くなりますので、その前後ですよね、下地だったりとか、そこにカラーベースだったりとか、あとその後のコンシーラーだったりとかですね、ファンデーションはとても薄くして、その前後を、どう仕込むかによって ベースメイクの仕上がりというのは非常に変わってくるのかなと思ってます。でやっぱり今シーズン僕がおすすめしたいですね、カラーベースというかコントロールベースなんですけど、やはりちょっと透け感がある肌ですので、まずラベンダー系だったり薄いピンク系、あとはもうあとナチュラルで明るさがあるベージュ系でしょうかね、その2アイテムぐらいが非常にこうつけるとですね、今のマスク生活にも合ってるのかなと思うんですね。でちょっと何個かじゃあアイテムをちょっとお見せしたいなと思います。で今シーズンのこの新製品でもあるんですけどね、こちらですね、これ、コスメデコルテのですね、ロージーグローライザーというですね、ちょっとこう美容液みたいな形をしている美容液なんですけど、美容液タイプの、下地なんですけど、これ出すとですね、なじませますね、こういう感じでですね、ちょっと見えますかね、ちょっとブルベの薄いブルベのピンク色の肌になります。でこう潤った感じにもなるので、非常にこう白っぽくなりすぎないところがですね、これ非常にどなたにも使いやすいベースなのかなと思うんですね。非常に透明感もここで感じるので、ファンデーションをつけた時にですね、あんま重たくつかない、明るく仕上がるということで、これ1本持っていくとすごく活躍する下地なのかなと思ったりしています。あとですね、これから夏に向けてですね、ちょっと夏のね、こうちょっとバカンスっぽいメイクだったりだとか、あとはナチュラルにもっと仕上げたいなっていう方も多いと思うんですけど、そういう方にはやっぱり少しベージュ系の、もう少しベージュ系のコントロールベースですね、今日ご紹介するのはエレガンスから出ている、モデリングカラーアップベース、これは UV のタイプで BE992 というやつなんですけど、これもちょっとつけてみましょう。これはこんな感じでですね、ちょっとベージュ系ですね、のちょっと明るい色です。
つけるとですね、これも非常に肌なじみが良くてですね、さっきのがこっちですよね。ちょっと今が分かるかな、違いが。ちょっと分かりますかね。こっちのがベージュなんで非常に肌なじみが良くて、こっちのは少し青みがある、透け感がある仕上がりになっていると思うんですけど、ここでまずこういうふうにですね、ファンデーションを仕込む前に、仕上げる前に下地でちょっと肌色を仕込むというんですかね、してあげると非常に、ファンデーションを薄く仕上げられますので、こういう下地をですね、ぜひ、プラスとして使っていただくといいと思うんですね。でさらにさっきのこちらのエレガンスだとこういうラベンダーの色もあったりもして、もっとこう青みをですねしっかりと出して、最近のトレンド感を出したい方はこういう下地でもいいのかなと思います。ではですね、つけ方なんですけど、今手につけちゃったのでざっとつけちゃったんですけど、どうでしょう、こういう下地をつけるときにですね、やっぱりこういうつけ方一つで変わるんですよね。ちょっと今お顔にはつけませんけど、取ったときにですね、ここが一番気になるところだったりしませんか、皆さん。そうするとここを一番こう綺麗に仕上げたいわけですから、ここにしっかりついてた方がいいんですね、下地の効果。そうすると取った時にここにたくさんつけてですね、トントントンという感じですね。そうですね、ちょっとつけてみましょうか。取ったらこうこうこうってつけると、一番濃くが気になるところ、黄身が乱れているところはしっかりとクリクリとつけていただくとかですね、同じ下地をつけるに対してもつけるにしてもちょっと工夫していただいたりするといいのかなと思います。はい、それで次にファンデーションですね。でファンデーションさっきもお話したように非常に薄くなっていて、ですごく抜け感透け感、透明感高いファンデーションとても多くなってきています。あとスキンケア効果も年々どんどん高くなってですね、本当にこうつけていって乾かない、あとは肌のキメが整うような機能があったりとかですね、ファンデーションも非常にこう進化していますので、皆さんお気に入りのファンデーションあると思うんですけど、できればですね、毎年新しいファンデーションぜひチェックをしてみてください。驚くような機能だったり仕上がりになるファンデーション必ず、どこかのメーカーさんから出ておりますので、ぜひ、テイスティングしていただくといいのかなと思います。で今日ちょっとご紹介するファンデーションはリキッドファンデーションで、まず、これは資生堂さんですね、クレードコーボーテですね、ちょっとラグジュアリーブランドで、ね、有名ですけど、それのタンフルイドエクラマットというと、エクラマットと言ってますから、でこれすりガラスにもなってますね。これマットにちょっと仕上がる、肌にのせた瞬間にこう内側は輝いてるんだけど、表面はさらっとこう、なんていうんですかね、すりガラスのような、ベースに仕上がるリキッドファンデーションがあります。これはですね、本当に長時間スキンケア効果が高くて、24時間保湿もし続けてくれるというですね、非常にこうラグジュアリーな、ラグジュアリーで、どちらかというとこうサイエンスな部分と、非常に最近の傾向のすごく薄付きになるというですね、二面を持っているファンデーションですね。でこれと同じようなファンデーションで最近出たファンデーションなんですけど、ちょっと似てますけど、よくこっちはですね、タンフルーレイクラナチュラルといってですね、ツヤが出るファンデーションですね。こっちがマット、こっちがツヤ、まあ、仕上がり のトーンはなんか似てるので、私はちょっとさらっと見た目のマットがいいよとか、ツヤがいいよっていう方で選んでいただいてもいいのかなと思います。はい、あともう一つですね、もっと非常に簡単につけたいファンデーションあるのかなと。コンパクトのファンデーション何がおすすめってよく聞かれるんですけど、コンパクトのファンデーションで私がおすすめしたいなと思うのはこちらですね、アルビオンさんから出ているですね、ホワイトレアエアーという、これベリーレアエアーというですね、非常に去年の秋冬にですね、たくさんの雑誌でベスコス取った、有名なファンデーションの春夏モデルなんですけど、このファンデーションも非常にこう特徴的なファンデーションでして、こう取るとですね、ちょっとこう生チョコみたいな質感で取れるんですね。でじゃあ液体のエマルジョンコンパクトなのかなと思うと、つけるとパウダーみたくなります。それで、非常にこう透明感と透け感、あと涼しげ感が
ってるのと、あと本当にテクニックがいらないのと、あと実はこれマスクに本当につきにくいです。なので非常にこのマスク生活にも合ってるし、簡単にもつけられるし、なんていうんですかね、仕上がり感も最近っぽいので、このファンデーションは非常に簡単で、もしも簡単に私つけたいなっていう方がいらっしゃったら、こちらのファンデーションおすすめですね。値段的にもそんなにこう高いファンデーションではないので非常にと、購入しやすいのかなと思います。でやっぱりファンデーションというのはやっぱり仕込みすぎないというお話を、ね、何度もさせていただいているんですけど、そうなるとですね、カバーしたいってい う, こう逆にですね、なんていうんですかね、皆さん、お悩みがある方だとね、どうしてもそういう、カバーしたいっていうのが出てくると思うんですけど、カバーしたいとこだけコンシーラーを使う。でコンシーラーも今非常にたくさんの種類が出てまして、最近ですとパレット型のタイプが、非常に有名、話題になっているコスメデコルテのパレット型が出たりとか、あとは筆タイプだったりとか、よくある口紅タイプみたいのでも非常に柔らかいもの、マットなものもあるので、使う場所ですね、乾きやすいところには柔らかいもの、もうピンポイントで、シミを消したいというのはちょっと硬いものだったりですね、今非常にコンシーラーはですね多種多様あるので、これもコスメカウンターだったりですとですね、そういうところを参考にしてぜひ、見ていただくといいのかなと思います。でフェイスラインってさっきもお話しましたけど、ファンデーションも最近言うのはもうここをマスクしちゃいますし、ここはもうほとんどつけなくて僕はいいかなと思ってます。はい、そうするとここがしっかりカバーされているので、ここは肌悩みがカバーされて、マスクもつかないような仕上がりになっていて、もうここはもう本当にもうマスクもついちゃいますし、まあもともとね今の透け感ですから、ここがそのまま首になっている、首の色となっているという意味で言うと、ファンデーションここら辺ほとんどいらないなと最近は思いますね。皆さんどうですか、ここまでしっかりつけてますか。やっぱり顔だけねちょっと仕上がりがこう首と差が出ないようなやはりよろしいなと思いますので、できるだけ、まあ、ここら辺で仕上げちゃう、ここら辺はもう残ったものをシャシャッとつけるぐらいで十分かなと思います。あとそうですね、あと今日皆さんですね、ジェイマーのこの、インスタライブ見ていただいている方というのは、一般の方も見ていただいているのかなと思うんですけど、多くの方、メイクでお仕事されている方がね見ていただいていると思うんですね。なので、今日僕の話はどちらかというと、トレンドのお話もしますけど、どちらかというと一般の方でもできるような、簡単にできるような、使い方とコスメの紹介なんですけど、やっぱりマスクが取れちゃうっていう話をするときにですね、その次につけるパウダーとかね、すごく皆さんいろんなパウダー出てるのねご存知だと思うんです。で私もいろんなパウダー今年使ってみているんですけど、やはりここのマスクのここが取れますし、あとは、そうですね、最近で言うとその質感というのがね、お粉もすごく選べるようになっているので、質感によってこうマスクにつかないのがあるのかなと思っています。まずはまあ一番まあ代表的なのはやっぱり球状粉体っていう、あの丸い、板状粉体と球状粉体ってよくこうお粉にあってですね、球状粉体ってツルツルしたコロコロしたお粉が入っているものですね。それはやっぱりサラッとしているので、球状粉体が多いものはやっぱりこうマスクにつきづらいですし、あとは仕上がりが透明感ですから、トランスルーセントと言われるあんまり色がつかない、お粉の、タイプだったりとか、あとは逆にちょっと、明るさがね少し出るようなお粉がやはり使いやすいのかなと思ったりもします。ですので、まあこれはお好みなんですけど、少し前によく、すごく流行していたこうキラキラ感がすごくあるような、例えばパールもしっかり入ってる、ラメもしっかり入ってるっていうお粉よりは、どちらかというともっとこう透け感のベースです、メイクですから、ちょっとこうサラッとしてですね、軽めの、お粉がねいいのかなと思ったりもします。まあこれはお好みなんですけどね。あとパクでつける、あとブラシでつけるなんかの、そうですね、例えばここら辺はテカリからパクでつけるけど、こっちはブラシでつけるみたいな、まあ、工夫は皆さんねされてると思うんですけど、そういう、工夫も必要なのかなとちょっと思ったりもしますね。はい、それでまあベースメイクはそんな感じでですね、やはりこう透け感、抜け感、あとツヤ感とかですね、やはりそういう
こう軽めの感じですよね、そういうのがいいと思いますので、それにはじゃあ合ったじゃあポイントメイクどうしようかということなんですけど、今ポイントメイクはですね、やはりこう、まあ、僕らプロのは全部押し上げるシーンが多いんですけど、一般の方が毎日過ごすときにですね、やっぱりここが隠れますよね、マスクで隠れちゃうので、やはりこの目元と、眉を含めた目元がですね、非常に、重要視されますよね。でどうでしょう皆さん、やってるときにですね、以前とお色のセレクトとかですね、眉の描き方変わってますか、それとも同じでしょうか。まあ、やっぱり変わってる方多いと思うんですよね。まず眉なんですけど、眉の形はですね、まあ、それぞれいろんなトレンドですね、いろんなところでいろんなトレンド言われますけど、やはり僕が最近思うのは、平行とアーチの間ぐらいっていうんですかね、よくちょっと前の平行眉ってありましたよね、太くこう眉、ちょっとこう韓国っぽい、ああいう眉のよりはもうちょっとナチュラルなんだけど、少し柔らかさもあって、少しアーチの丸みもあるっていうんですかね。で、あの質感的にはですね、やっぱりこうふわっとし、透明感があるベースですから、あまりこう薄すぎてもダメだし、ぼんやりしちゃいますからね。なんですけど、濃すぎもしない、平行眉のように濃すぎもしなくてですね、ちょっとふわっとこう柔らかさ、毛のこう毛量感があるようにちょっとつけていただくっていうことが大事なのかなと思ったりもします。で次にアイメイクなんですけど、アイメイクというかアイシャドウを中心にですね、今日お話したいなと思っていまして、アイシャドウもですね、色味がすごくこう最近マスクをするとですね、寂しくなっちゃいますよね。前のこうナチュラルな色をつけるとですね、口元が隠れてるせいで非常にこう寂しく、つけてなんか疲れたみたいな、今日どうしたのって言われるようなことのメイクになりがちなので、やはり結晶感がある目、あの色が多分今年、あのこの1年で買われてた方多かったのかなと思うんですね。でこれはまだまだこれからも続く傾向なのかなと思うんですけど、やはりこの1年間経ってですね、まあ、2021年にもなりましたので、プラス何かこう2021年らしさというかですね、そういうアイメイクをちょっと、ぜひ、皆さんにですね、チャレンジしていただきたいなというところ で、僕が最近思っているのは、ピンポイントにちょっとビビッドなカラーをちょっと入れるのはどうかなと思っています。まあ、ちょうどこれから夏になるので、夏っていうのはやっぱりちょっとバカンスっぽかったりですね、ちょっと元気な、いつもよりは、なんていうんですかね、こう華やかな色をこう試すことも多いと思うんですけど、さっきお話した血色感がある、メイク、例えば何でしょう、こういうようなね、オレンジ色みたいな色ってつけやすかったのかなと思うんですけど、こういう色にプラス何かをこう足すときにですね、ちょっと華やかな色をですね、ぜひちょっと足していただきたいなと思ってます。例えばですけど、こういう、例えばこういう、見えますか、こういうちょっとしっかりとした、もっとさらに濃いめのオレンジをですね、目尻に仕込んでいただいたりとかですね、あとはやはり夏ですので、もう思い切ってですね、こういう今日もいろんなこう仕込むようにですね、ちょっとペンシル型のものを持ってきたんですけど、こういうブルーのものだったりとかですね、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、こういうものですね、こういう、でこれをですね、例えばこれだと、これは資生堂さんの、アイテムなんですけど、後ろにぼかしがついているので、ぼかしていただいてアクセントとして使っていただく、こういう色をですね、ぜひこの夏取り入れていただくとね、また、非常にこうなんか今のですね、なかなか外出できないこう昨今ですので、ちょっとメイクだけでもね、ちょっとこう外出したわけじゃないですけど、ちょっとバカンスっぽいメイクをね、ちょっと取り入れていただくといいのかなと思います。ですので、こう他もちょっと他のブランドも持ってきましたけど、こういうクレヨン型の、例えばアイシャドウだったりとか、単品型のアイシャドウですね、こういうのをこうプラスにしていただくと、非常に取り組みやすいのかなと。あと、なかなかこういうビビッドな色苦手だなっていう方は、逆に深みのある、もっとこう深みのある茶色で濃くない色ですね、濃
ここじゃちょっとカメラだと見づらい、ちょっと見えづらいかなと思うんですけど、ちょっと大粒のラーメンが入ってるようなですね、例えばこういうクレヨン型のものを目尻に仕込んでいただくなんかもいいのかなと思います。あとこれはですね、新製品というかまだ出てないアイテムなんですけど、ちょっとせっかくなので、こういう機会なのでちょっとご紹介させていただきたくて、ちょっと持ってきたアイテムがあります。これはですね、ブランド資生堂さんですね、アメリカの資生堂さんですねが、出してる、今度ですね、単品のアイシャドウ、ポップパウダージェルアイシャドウっていうのは、全10何色かな出るんですけど、その中からちょっと僕がこれはいいなっていう色をちょっと3色持ってきました。で、この実はですね、名前がめちゃくちゃ可愛いんですよ。これ、この色03番なんですけど、ふわふわピーチっていう名前ですねあとこっちがちょっとかなり濃いめの色ですけど、18番、ドキドキレッドって書いて、これ海外でもドキドキレッドって書いて売ってるんですね。あとこれがなかなか今最近ですね、ちょっとネットなんかで見るとちょっと話題になっているようでしたけど、7番ですね、シャリシャリシルバー、シルバーなんですけど、ちょっとつけてみましょうか。撮るとこんな感じで、カメラでわかるかな、かなり綺麗な色なんですよね。本当にもう伸ばしてもこう光をこう味方にこうつけてくれるっていうか、ですからこう目の下につけていただいたりとか、アイホールにざーっと大きめにつけていただいたりすると、非常にこれ活躍する。シルバーなんてね、最近なかなかこうテーマカラーになってませんでしたけど、こういうのも白い T シャツなんか着てこれやるとすごく涼しげになると思うんで、こういうの色もちょっと面白いのかなと思います。で、最近ちょっとアイシャドウ買ってなかったな、だからセットものっていうか、こう4色もの、4色3色もの欲しいなみたいな方でおすすめしたいのはこれでしょうかね。エレガンスから出てるヌーベルアイズ、これ実は2色あって、もう一つピンクのバリエーションもあるんですけど、両方とも可愛くって、こっちのやつはですね、ちょっと上がオレンジ色とちょっと、レンガ調のオレンジに、下がグレッシュな色が2色ですね、こっちのグリーンがとっても可愛くって、つけるとアクセントがすごくなるので、これも夏っぽいですし、あとはつけ方によってはずっとオールシーズンいけそうなカラーなので、こういうのも、このマスクの時にですね、アクセントになっていいのかなと思います。で、ぜひですね、こういう濃い色をつける時にですね、さっきもお話しましたけど、ぼかすっていうことですよね。そうすると比較的こうなんか単色だけで見ると、わこんな色すごく強くてどうやってつけるのっていうのありますけど、比較的こう目尻にですね、つけてぼかしていただくとかすると意外と使いやすいです。あとは今ですね、マスクで隠れちゃう、チークなんかも半分隠れちゃいますので、この下のあたりにですね、明るい色を皆さん忍ばせていること多いのかなと思うので、例えばこういう色なんかもこの目尻にしっかりつけていただくと非常にこう綺麗な、あとはアクセントになって可愛いのかなと思います。では、じゃあ、他のですとですね、チークとったりとか、口紅皆さん隠れちゃいますけど、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと手を拭かしてください。皆さんそこが隠れちゃうやつつけてないっていうね方もなんかいらっしゃるのかなと思ったら、実はこれ、僕らはアーティストで、作品を作ったりとかですね、モデルさんにメイクするで必ずここも全部やりますけど、一般の方だとね、してない方も結構いらっしゃるのかなと思うんですね。でも実はですね、先ほども一番最初にお話したように、マスクって撮ったりするシーンって結構一日に何回かないですか。例えばリモートのねお仕事してる人だとマスクしてない時間もたくさんあるのでメイクされると思うんですけど、一般ね、普通にこうマスクを一日してると、自分のこう空間に行った時とか外すとか、あと誰もいないこう空間だったらちょっと外すとかねしますよね。その時にやっぱりここは何もついてないとですね、非常についてないことが目立っちゃうんですよね。こっちのせっかく綺麗にしたメイクが目立つんじゃなくて、ここが目立つってことになりますので、やはり少しちょっとだけでもいいから、リップもつけておくっていうことが大事なのかなと思います。ですから、まあ
マスクについちゃうっていう悩みがあるんですのかなと思うんですけど、僕が最近よく使うテクニックというかですね、ご紹介している方法としては2つありまして、2つのアイテムをつけさせていただいています。まず1つはティントタイプのリップって最近多くないですか。例えばここに持ってきます。これはチップタイプのティントのリップですけど、これつけるとほんのり色がね唇に乗るわけですけど、これをつけて、まあこれはちょっとツヤが出ちゃうので軽くティッシュオフをして、その上から同系だったりとかですね、ちょっと華やかな色のまあリップライナーですね、リップライナーをもう全開にこう塗っちゃってですね、で周りをぼかしてちょっとハーフマットにするのもありですし、全開に塗ってしっかり塗ったのをティッシュオフを軽くしておくっていう方法もあると思うんですけど、そうするとこの、最初のティントがですね下から発光していて上が、マットな感じになるので、先ほど実はファンデーションでもお話しましたけど、ちょっとすりガラスのような質感になってるんだけど中から光をこうまとうようなですね、ベースメイクってお話しましたけど、口元もそういうことができるんですよね。最初にちょっとティントタイプのツヤのあるティントをつけて上からマットのリップライナーをつけちゃうという方法ですね。こんな方法でやると、マスクをしていても、口元の、ね、メイクも楽しめるのかなと思うので、皆さんもぜひ、取り入れていただくといいのかなと思います。あと皆さんですね、実はアーティストの人はこう気づいてる方多いのかなと思うんですけど、実は去年からですね今年にかけてかなりリップって実は各コスメブランドから出てるんですよね。このマスクになっちゃってるので、多分実際はどのメーカーさんもなかなか苦戦されてるのかなと思うんですけど、実はかなりのですね質感とかなりの色バリエがですね実は各メーカーさんから出てます。実はそういう意味ではリップの当たり年だったんですね、去年なんかもね。で今年もですねこれから春夏秋に向けてですね実はいろんなメーカーさんからリップ出る予定になってるんですよね。ですからまあリモートのね環境がある、リモートでお仕事する環境のある方はね率先してメイクリップされると思うんですけど、そうじゃない方もですねぜひこの次のシーズンの例えば新色出ましたみたいな時にですね、今口元つけないからって言ってなかなかスルー今までしちゃってたと思うんですけど、実はこう、リップのコーナー行っていただくとですねかなりいろんな面白いリップ出てると思いますし、新しい発色のもの、新しいカラーも出てると思いますので、ぜひ口紅もぜひ、ですねリップメイクもぜひチェックしていただくといいのかなと思います。はい、そうですね、あとはですね、もう一つ最近僕がちょっと思っていることがあってですね、それはですね最近メイクブラシっていうのがですね、まあアーティストの人はですねメイクブラシ常にやっぱりチェックされてると思うんですけど、メイクブラシがですね非常に最近進化をかなりしていますね。でメイクブラシは、やっぱり使った分だけメイクが簡単になりますし、メイクの幅も広がるので、ぜひこれもですね取り入れていただきたいんですね。でちょっと一つ、最近やっぱり注目しているのは人工毛のメイクブラシで、メイクブラシがどんどん最近のものは天然毛から人工毛にシフトしています。で以前の人工毛は、非常にこう使用感が悪くてですね、つけるなんかこう触ると痛いみたいなものがあったりとか、綺麗にボケなかったりするものが多かったんですけど、最近は人工毛が本当にこう品質が良くなってですね、価格も天然毛よりも安いですし、テクニックも簡単になるということですね。人工毛のブラシが非常にこう注目されています。でちょっと面白いちょっと実験をしたいと思う。これ資生堂さんの同じブランドの人工毛のブラシなのでちょっと分かりやすいかなと思ってきたんですけど、これ両方ともアイシャドウのブラシなんですけど、先ほどのじゃあ、このふわふわピーチ、これをですね最初のこっちのブラシで取ってですね、つけるとですねこれ非常に薄いんですよね、あんまりつかないですこのブラシ。ですからちょっと広めにつけたりするときですよね。でこっちのブラシ同じぐらいの力で取ってるんですけど、ちょっと分かりづらいかな、下の方がねしっかり発色するんですよね。ですから同じようなアイシャドウでも実はブラシを変えるだけで
やろうと思えばこれグラデーションついちゃうんですよね。だからアイシャドウを何色も使わなくても、実はブラシを変えるだけでグラデーションがすごいつくので、この人工毛のブラシ非常に最近各メーカーさんが力を入れてると思いますので、これもぜひチェックしていただくといいのかなと思います。実は最後にですね、実はご紹介したいなというコンシーラーブラシもあるので、それは後でご紹介させていただきます。あとですね、さあそれではマスクの、ね、メイクをするときにですね、じゃあどれでもマスクのメイク取れちゃうんだよなっていう方、心配なんだよなって方多いと思うんですけど、皆さんどうですか、あのメイクをキープするミスト最近こう流行ってますよね。各メーカーさんいろいろ、デパコスからですね、ドラッグコスメまでですね、いろいろ出てると思うんですけど、ああいうの使っていますか。今やっぱりねマスクなので使っていただくと非常にいいですよね。雑誌なんかでよく一番目にするものはこれかなと思うんですね。これもコスメデコルテから出てる、去年出たやつですね、コンフォートデイミストセットなんだけど、セット&プロテクト、これ非常にあの可愛い形も可愛いので、非常にギフトなんかにもよくね、こう、うちでもよくあの選んでいただくんですけど、これは振っていただいて、どのブランドも同じだと思うので使い方、よく振っていただいて、ミストするんですけど、ちょっとこうびしょびしょっていう言い方おかしいですけど、 2,3 プッシュじゃなくて 4,5 プッシュぐらい打っちゃって、でちょっと濡れてるかなっていうのを触らないんですね。普通のあの化粧水のミストはこう触ってなじませますけど、これは乾くまで待つと。そして待ってるうちにメイクがピタッとついて、二重付着しなくなるので、こういうのはこれから夏の時期ね、また活躍すると思います。で最近はですね、いろんなメーカーさんから出るようになってるので、例えばさらにですね、例えばこう美容液タイプって言うんですか、同じようにこう水っぽいんだけどセラムミストといって、もうちょっと美容液効果があるので乾きやすい方、さっき言ったマスクで乾燥しちゃってる方用のメイクをキープするミストだったりとか、その逆でちょっとクールな感じのするミストもあったりとか、その方の肌タイプとかですね、気温とか、まあそのね、使用感、お好きな使用感に合わせて選べるようになっているので、ぜひこういうメイクコートをするミストもですね、ぜひ、いろんなところでちょっとチェックをしていただいて、これはまあシュッシュってこうでやるだけですからね、ちょっとテストもしやすいと思いますので、ぜひ、お出かけの際ちょっと試してみていただくといいのかなと思います。どうでしょう、マスクメイクって本当に崩れちゃうっていうですね、まず悩みと、あとは今までのメイクじゃ、ちょっと物足りなくなっちゃうっていうですね、仕上がりの部分とですね、2つあると思うんですね。ですので、さっき何度もお話してますけど、ファンデーション、いわゆる肌全体につけるメイクは本当に崩れない、透け感がある軽めのメイクにしていただいて、ポイントはしっかり持っていくということですね。この2つを意識していただくと、マスクメイクもより今まで以上に楽しくなると思いますので、ぜひ、取り入れていただくといいかなと思います。はい、で次にですね、じゃあ今度ガラッとちょっと話題を変えまして、メンズのコスメですね、ちょっとお話をさせていただきたいなと思います。皆さんここで見ていただいている方、もう女性の方多いと思うので、メンズコスメ、私関係ないかなと思うかもしれませんけど、アーティストの人はですね、モデルさん男性の方にメイクする機会非常に多いと思いますので、どうでしょう、最近の特にモデルさん、若い子なんかは本当に肌が綺麗ですよね。肌明るいし、本当にファンデーションもですね、女性用の明るいファンデーションがそのままピタッと、合っちゃうぐらい肌が白い子なんかもいますけど、やはり聞くとですね、皆さん素肌作りっていうかスキンケアきちっとやってますよね。なので今去年もですね、コスメっていうのはなかなか去年、全体的にはコロナで厳しかったんですけど、メンズコスメはですね、年間のね、こうなんていうヒット商品の中にね、メンズコスメっていうのが入っていましたけど、それに付随してですね、やっぱりメンズのメイクっていうのが最近注目されてきています。そうですね、メンズのコスメっていうか、まあ、化粧品というですね、以前はですね、まあ、おじさんが使うっていうね、ひげ剃りの後につけるアフターシェーブなんとかだったりとか、制汗剤だとかですね、そういうものがこう中心だったのかなと思うんですけど、もうそうですね、少し前からやはりこう高校生
や、大学生、まあ、若い、20代の、ね、男性を中心にですね、アセットリシートとかですね、ああいうのをこうつける皆さんもマストになったじゃないですか。でそれからですね、最近はですね、そこからまた次に行ってですね、スキンケアですよね。やっぱりこう実は男性の方っていうのは皆さん油っぽい肌の方が多いと思ってる、思ってらっしゃると思うんですけど、実は油も出るんですけど、実は乾いてる肌なんですよね、男性の方っていうのは。2つ要因があると思います。1つはあのひげを剃るっていうのもね、ありますよね。いずれカミソリ負けしちゃうっていうのと、あとはもう一つは、男性の方はですね、あのストレスで浴びると肌荒れがしやすいんですよね。男性ホルモンが乱れるので、あの肌が荒れちゃうんですよね。だから実は、女性の方よりも肌が荒れやすいっていうですね、統計がある、乾きやすいっていう統計があったりも実はするんですね。なので最近のやっぱりこうスキンケアですね、あの男性はこうスースーするようなクール感のものが以前は多かったんですけど、今は最近はちゃんと しっかり乳液だったりですね、保湿を重視しているものが非常に増えてるんですよね。なので、それを使い始めた、男性の方も増えてきていますので、やはりこう肌の変化というのを感じていますので、男性も、スキンケアの重要性、そして次のメイクですね、メイクも、非常にこうメイクの方にも目がいくようになっているのが今の現状かなと思います。それで、今だいたい若い子を見るとリップは必ず持ってますね。リップトリートメント、まあ、リップスティックですね、あの薬用リップみたいなんですね。で持っていて、その薬用リップもですね、あのいわゆる昔で言うとメンソレータムみたいな、ああいうこうスースーするようなですね、リップだったと思うんですけど、今意外と見ると教えてどんなの持ってるって、うん、まあ、あのモデルの子とかに聞くとですね、皆さんちゃんとしたそういうこうあのブランドの、ですね、トリートメントも高くてですね、非常にこうちょっとそれこそティントなんかも使ってるモデルさんなんかもね、いらっしゃいます。いうようにこうメイクの幅がどん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 男性の方の方のが増えてますし、まあ、スキンケアもさっきお話しましたけど、つける方もうちでもですね、うちに来ていただいている男性の方でも、スキンケアでいうとですね、女性のようですね、まあ、女性用として出ている、ラインですよね、を使っていて、1本1万円以上するようなですね、美容液を毎月のように買いに来るみたいなお客さんも非常に増えてたりしますよね。なので、男性の用のコスメというのは非常にこれから伸びてくるし、まあ、男性も女性と同じぐらい、おしゃれでですね、こうに気を使うようになっていますので、なんていうんですかね、アイテムがどんどんこれから増えると思うんです、ポイントメイク、ベースメイク非常に増えてくると思いますので、ここら辺もちょっとですね、今日は深掘りしていきたいなと、ちょっとだけですかね、深掘りしていきたいと思っています。実はですね、僕ちょっとこのインスタライブする前にちょっとファンデーションつけたんですよ、薄く。ですね、最近あのメンズはやっぱりですね、 BB クリームみたいなのだったりとか、クッションファンデみたいなのだったりとか、あとはそうですね、あとはパウダーみたいなですね、まあそういうものが多いんですけど、ベースメイクは今日はですね、ちょっと BB クリームみたいな、資生堂さんから出てるジェルクリームっていうのの、実はこれは女性用なんですけど、その中で一番暗い色、ミディアムダークっていうのを実はちょっと実はつけたんですね、ここに。でやっぱりこういう、まあ、簡単につけられるんだけど SPF も高いとかトリートメントが高いっていうものを皆さん男性もつけるようになっています。それで、あとは男性が最近やはり そうですね、僕はここニキビの跡が残ってるんだとか、赤みがここに気になるんだっていう方も増えているので、僕は最近ご紹介したりとかですね、もっと男性が多分これから使うだろうなっていう思ってるのが、実はコンシーラーなんですね。コンシーラーを非常にこれから使うんじゃないのかなと思っていて、で男性用のブランドもですね、たまにこうよくチェックするとですね、意外とコンシーラー出てるんですよね、男性のコンシーラー出てるので、コンシーラーを使うような男性が非常に増えてくるのかなと。コンシーラーをつけると、さっき の最初の話したファンデーションも同じですけど、そこだけでもカバーできますので、男性のメイクっていうのはメイクをしてるっていう感じは見せないで自然になってるんだけど、実は肌が綺麗に見えてるっていうのが、理想だと思いますので、こういうコンシーラーも、まあ、非常に便利なのかなと思います。そうですね、メンズメイク人気すごいもので、すごいとかですね、男性も肌が綺麗になると喜ばれます。そうですよね。でちょっとですね、これでですね、僕ちょっとつけたいなと思います。なぜコンシーラー今日つけたいなと思ったかというと、
実はですね、昨日ちょっと仕事がバタバタ夜しちゃってですね、2時には寝たいなと思っていたんですけど、夜中の3時になっちゃったんですね。で、ああもう3時になっても絶対今日はギリギリまで寝てやろうと思ったら、朝6時前に犬に起こされるということですね。まあ二度寝はしたんですけど、かなり寝不足でですね、目の下が真っ黒という状況ですので、これちょっとコンシーラーをちょっとつけてみたいなと思います。ちょっと待ってください。ちょっと肘取りましょう。実はこっちちょっとつけてみたんです、さっき。でこのコンシーラー、これもですね、これも実は女性用に出ているコンシーラーの一番暗い色ですね。これですね、このくらいちょっと茶色いですよね。でこの色をで、さっきお話した、これ実はですね、非常に僕大好きな、実は最近のコンシーラーブラシで、ブラシメーカーさんの美少堂さんというところから出てるタッピングコンシーラーブラシだな、うん、これ非常に、これも人工毛です。非常に細かくて全然痛くないんですよ。これをですね、どんなブラシにも使えるので、ちょっとね、照明が悪いんで分かりづらいかもしれないですけど、どうですかね、少し隠れましたね。これでコンシーラーはですね、資生堂さんのコンシーラーです。シンクロスキンコレクティングジェルスティックコンシーラーって柔らかいんです。意外と見た目よりもすごく柔らかいコンシーラーで、伸びがいいので、そんなにこう、濃くマットにつかないので広い面で使えます。このコンシーラーは、そうですね、ぼかすしてもいいんですけど、結構実はこうタッピングすると綺麗に仕組まれるコンシーラーで、もちろんあの固めのコンシーラーでシミをポンポンって隠すのも使えますし、あのハイライトコンシーラーみたいな、例えばこういうとこのほうれい線を飛ばすみたいなのでも非常に使えられるので、これ非常に細かくてですね、なんかあのメーカーさんに聞いたんですけど、本当に最近新しく見つけたあの人工毛らしいんですね。ですからここのメーカーさんしかまだ採用してないみたいで、まあ美少堂さんってブラシの元締めみたいなメーカーさんなので、まあ、これから他のメーカーさんからも出てくるかもしれないですけど、これ非常にこう簡単に仕上がります。なので、まあ、男性でもこういうコンシーラーって非常にこれから使われるのかなと思ってますね。でも本当にさっき、実はここでさっきお話したようにちょっと BB つけたんですけど、これでも本当にここだけ行うつけちゃえばいいのかなと思ったりもします。すいません、ちょっと簡単にやったので完璧には隠れてないんですけど、ぜひ男性の方にですね、コンシーラーをですね、これからぜひご案内していただくと、多分男性の方の方がですね、こういうのって、まあちょっと言葉良くないですけど、ハマっちゃうと思うんですよね。コンシーラーとか綺麗に仕上がりますし、いわゆる目立たないですから、実はこういうものっていうのは男性の方のが、僕は使い始めたらやめられなくなるアイテムじゃないのかなと思ったりもします。で、やっぱり男性の方は身だしなみっていう面もあるので、やっぱりこうベースメイク、あとはですね、さっきお話したリップですよね、まあ、眉もね、もちろんあると思うんですけど、この3つが仕上げられるとですね、かなりこう印象が高くなるので、まあ、そういう、それこそ大人の男性だとビジネスだったりとかですね、若い子だと、まあ、今ね、さっき言ったように美的感覚、今本当に高くなってますので、この3点、眉、ベースメイク、リップ、この3つは本当に非常にこれから男性メイクの中でですね、非常にこう人気が出るメイクじゃないのかなと思います。で、あとは日焼け止めね、男性の方もつけると思うんですけど、以前だと男性の方はまあメイクしてないですから、塗り直しっていつでもね、できましたよね。で、女性の方とメイクはしていて、塗り直しどうするのとかっていうお話あったと思うんですね。で、男性の要望として、ひげ剃り後の肌の色をカバーしたいという方が多い。あ、そうですよね。
以前だと多分カバー力があるファンデーションをですねこうつけちゃったのかなと思うんですよね。そうするとかえってこうひげの中に入ってですねこうなんていうんですかこうもたついちゃうし重くなるし、まあそれこそ夕方になると取れるっていうことになると思うので、僕はさっきお話したまずはなんていうんですか BB みたいのでつけて、まあ、このコンシーラーでももちろんいいんですけど、もうちょっとこうしっかりつく、そうですね、カバー力のあるコンシーラーの、やはりこう、色が濃いめのものを、僕だったらスポンジでこう叩くように、こう、さっきのコンシーラーバスじゃなくて、ひねってこう、どうしても大きい面じゃないですか。なので、大きめなこう、面のスポンジで、で、つけますかね。で、もちろんね、そのひげのその濃さとか、太さにもね、よるので何とも言えないんですけど、ただ、まあ、僕ぐらいっておかしいですけど、そんなにこう、まあ、もちろん一日経つと濃くなっちゃうんだけど、こういううわーっと青白くなるとかっていうのがなければ、それでいけるんじゃないかなと。思いますね。ただ本当に濃くなっちゃう方だとやはりある程度カバー力がないと、ちょっと厳しいのかなとちょっと思ったりもしますね。はい、こんな感じでいいでしょうかね。日焼け止めはですね、さっきちょっと話が前後しちゃったんですけど、メイクしてるとできないじゃないですか。で、多分これから男性の方もそういう、こう状況になるのかなと思うので、最近日焼け止めっていろんなの出てるんですよね。日焼け止めが最近こういうのりみたいな日焼け止め、なんかスティックのりみたいな日焼け止め出てますよね。こういうこれってファンデーションの上からこうつけられるんですよね。だから何度でもつけられる、リタッチできる日焼け止めなんですよね。こういうなんか以前だとファンデーションの上からつけるのってスプレータイプとかだったり、まあ今もあるのかなと思うんですけど、スプレータイプですとこう飛んじゃいますよね。飛んじゃうので綺麗にこうつきづらいっていうのもありますけど、こうスティックタイプだとピタッピタッピタッとつけれるので、これはまあ男女関係なく、特にこうこれからの時期ですね、おすすめかなと思ったりもします。韓国男子肌きはいます。そうですよね。これは本当に軽コス軽なんて韓国のね、やっぱりこう男性女性関係なく人気ありますからね。そうですよね。で、韓国のですね、いわゆるこうメイクっていうかですね、まあやはりこう少しこうアイライン入ってたりしますよね。ですからやっぱりこう薄い色でいいと思うんですけど、薄くっていうか例えばジェルペンシルみたいなのでいいと思うんですけど、ちょっとアイライン入れるとか、あとはクッション、やっぱりクッションファンデですかね。クッションファン、さっきのBB なんかよりはちょっとこうツヤが出るようなクッションファンデーションみたいなのつけてあげると、こう韓国風っていうかですね、まあこれはなんていうんですか、クッションファンデが日本に上陸してきた時に、そういう韓国風みたいなね、ベースメイクする時女性の方もそうだったのかなと思うんですけど、ああいうちょっとこう作り込んだようなこう明るい肌っていうんですかね、で女性だとチークつけないみたいな、肌を作ってあげると韓国風だったと思うんですけど、多分メンズも同じことで、ちょっとこうツヤがあってですね、でもカバーを結構してるんですよね。こう肌の色ムラを本当に消しちゃうような。ですから、ただ厚塗りにはなりたくないと思いますので、やっぱりクッションファンデみたいなのをですね、どんどんこうつけてあげると、ちょっと韓国風になるんじゃないのかなと推測されます。すいません、あんまり経験が毎回やってるわけじゃないんであれですけど、はい。そうなんですね。ペーストいいですよね。そうなんですよ。この日焼け止めのこのペースト、非常にこう撮影の現場とかでも役に立つので、塗り直しがベースメイクの役ができてとてもいいです。これ探すといろいろなブランドが出てたりしますね。はい、こんな感じですね。メンズもですね、ちょっと話がいろいろ前後しちゃったんですけど、メンズのメイクっていうのはですね、非常にこれから、市場としても大きくなるでしょうし、まあ
なんていうんですかね、まあ、僕らメイクアップアーティストは もちろんもともと男性にもメイクするわけですけど、今までは多分、モデルさんは普段はしていなくて僕らの、プロの現場に来るとするっていう感じだったと思うんですけど、これからはしてるモデルさんが普段もしてるよっていうモデルさんが来ると思うので、やはりそこら辺もですね、僕らの、プロの立場からもですね、もう少しこう、ブラッシュアップしていかないとちょっといけないジャンルなのかなと最近感じてます。はい、そうですね、もう、21時56分ですかになりましたので、そうですね、今日お伝えしたかったことは、まあ、9割方ぐらいちょっとお話できたかなと思うので、今回はこのくらいにしたいなと思うんですけど、いかがでしたでしょうか。はい、それではですね、ジェイマンのですね、今一度ちょっと告知をさせていただきたいなと思います。ジェイマンはですね、コスメティック業界だったりとかですね、ヘアメイク関連の方だったりとか、ブライダルとかですね、各方面で活躍されているメイクアップアーティストの、まあ、ネットワークを持っている集団であります。これはもちろんですね、これからメイクアップアーティストになりたいと思っている生徒さんだったり、学生さんだったりとかですも参加することができます。そうですね、今このジェイマンウィークやっておりますけど、5月9日のメイクの日、これはジェイマンが、提唱している、メイクの日なんですけど、この日を例えば、普及活動だったりとか、メイクアップアーティストに必要なスキルとですね、テクニックの、検定講座があったりとかですね、あとはやっぱりメイクアップアーティストネットワークと言っていますので、多くのアーティストの、ね、垣根メーカーとかですね、その置かれているこう立場を関係なくですね、集って、情報交換ができる、ネットワークになっております。ぜひ興味がある方はですね、ぜひジェイマンのですね、ホームページに、検索していただいて、そこから入会もできますので、ぜひホームページの方もぜひチェックしてみてください。はい、あとですね、先ほどもお話しましたけど、5月9日ですね、から1週間、ジェイマンウィークということで、今回はネット配信ですね。今日はインスタライブでしたけど、初日の9日、昨日の10日はですね、Facebook の方から、配信がありまして、明日からもですね、明日はですね、やっぱり、夜の9時からですね、山口東子先生による、印象分析の、ね、お話が Facebook の方で、ありますので、ぜひ皆さんも、そちらもぜひ配信の方ご覧になってみてください。14日もですね、各方面で大活躍されているアーティストの先生たち、ジェイマン理事のアーティストの先生が、それぞれの、得意分野のお話させて、していただけると思いますので、土曜日まで必ず9時に、まあ、Facebook、Instagram、ちょっと人の日によって違うんですけど、ぜひ Facebook も Instagram もですね、ちょっとチェックをしていただいて、ぜひ、毎日配信楽しみに見ていただければなと思います。ちょっとそうですね、拙いお話でしたけど、今日はありがとうございました。そうですね、皆さんこちら、あ、照子先生、今日はこちらこそ、ありがとうございました。それではですね、皆さん、また明日もぜひ、明日は Facebook の方ですね、でお会いしましょう。明日は僕も配信を見ていますので、ぜひ一緒に見ましょう。それでは今日はありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にすごいライブ配信でございましたね。はい。いやー、西浦さんお疲れ様でした。僕もインスタの方ですね、見て、ずっと勉強してありました。まあ、それにしても、一人でこんだけ60分、ブワーッと喋りっぱなし。しかも、ジェイマンの告知もきちっと最後にしてですね、ピッぴったり1時間で終わるって、これすごくないですか。いや本当に、普通これ対談して誰かとこう絡み合いながらですね、やる方がまあ時間的には楽なんだけど、びっくりしましたね、本当に西野さん。しかも内容もですね、かなり今日本当にちょっとシェアさせてもらいますとですね、あ、ちょっと待ってくださいね、内容の方がですね、僕はそこまでできるんかなと思ってたんですね。で、一応ですね、まあ僕もこのインスタライブのこれずっと見て何をするんでしょうっていうことでしたけど、まあマスクメイクと、それからまあ、
要は、男性のメイク、メンズメイクをずっと2つで、これをどういうふうなあの時間で60分やるかなと思いますけど、出るわ出るわの知らないことばっかりですね。もう本当に、貴重な情報ありがとうございましたね。嬉しかったですね。これね、僕もね勉強になりました。同じ男性のメイクアーティストとしてね、本当にいっぱい、知れた情報、まあ早速明日からですね、頑張っていきたいと思います。ということでですね、今日もこの10時になりましたんで終わらせていただきますけども、明日ね、先ほども告知いただいてましたけども、どうこさんね、山口とうこさんの方に、出ていただきます。どうこさんはですね、印象分析が非常に、得意でございますので、本当にですね、ちょっとこういう形でシェアさせてもらいますと、印象分析で知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってると絶対に得ですよと、絶対メイクの幅が広がりますということでね、お話しされると思うんですが、結構本当に、すごく奥の深い印象分析のお話になると思います。多分、また何か資料パープか何かのこれ資料でですね、ご覧の皆さんにすごく分かりやすい、プレゼンをしていただけると思いますので、楽しみにしてください。明日は微力ながらまた、僕の方でナビゲーターをさせていただきます。はい、そういうことでですね、今日も無事に一応終わりましたんで、この辺で終わらせていただきます。明日また同じ9時、9時からですね、10時まで1時間ですね。今度はその Facebook のこのこちらのページの方でシェアをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、お疲れ様でした。またお会いしましょう。ありがとうございました。後ろさん、お疲れ様でした。